はい、本日はですね、こちらノースフェイスのクリソツジャケット3つをご紹介していきたいなというふうに思います。まあ、ご紹介じゃなくて比較でしたね。比較をしていきたいなと思うんですけど、まずパッと見てくださいよ。めちゃくちゃ似てて、まあ、色の違いはあれど、まあ、ノースフェイスって入ってる、これはネイビーのやつかな。次はこの黒のやつでノースフェイスって入ってる。あれ一緒っぽいな。次はこれなんかベージュのやつでノースフェイス。これ一緒やないかい。全部一緒やないかい。何がちゃうんやないかいということで、これ実はね、値段も実は一緒なんですよ。大体一緒ぐらい。16,000〜7,000円ぐらいで買えるってことで、これ値段一緒で見た目ここまで一緒やったら、はっきり言うて何が違うか全くわかりませんわ、言う人もいてると思うんですよ。いやいや、分かってるよ。そんなもうパッて見たらちゃうやん、全然って言う人もいてると思うんですけど、まあ、今回はね、こういう、何が違うんやろうってわからん方に向けてね、今回動画を作らせていただこうというふうに思っておりますので、まあ、本日の流れとしてはですね、まずはこれ僕一回形とかね、どんな感じですかみたいな、ちょっと細いですね、ちょっとゆったりしてますね、あ、普通ですね、なんていう話をね、しながら、着用する様子っていうのを見てもらって、あ、実は形が一個一個違うんだねっていうのをまず見てもらいます。で、その次ね、重さとは言いながら結構全体的に軽めというか薄いジャケットなんで、まあ、そんな重さに違いないんちゃいますかと思いきや、実は重さにも違いありますねなんて言ってたり、この後ろに水槽に水が張ってるっていうことは水槽チャレンジっていうのを行いたいんですね。これどれが防水のジャケットなんですかっていうのを実験やってみたりだとか、ほんでまあ動きやすさとか、あとは持ち運びがどうなるんかっていうのを見てもらって、最後の最後にこのジャケットはこういう方に向いてます、このジャケットは例えばスポーツの方、このジャケットはこういう方っていうのを、まあ、それぞれおすすめ、僕のね独断の偏見でおすすめできたらなと思いますので、そんな流れでいこうかななんて思います。まず一応正式名称だけお伝えしておきます。このベージュのやつね、これの名前は何かっていうとベンチャーちゃんです。ベンチャーちゃんって覚えておいてください。これがベンチャーちゃんということで、次のこの黒のやつが山とかで着ていくように作られてるんちゃいますか。そう、マウンテンっていうことで、これマウンテンソフトシェルジャケットっていうんですけど、まあマウンテン山ちゃんって覚えておいてください。ほんで次がですね、こちらのネイビーのやつですね。このネイビーのやつ何かっていうと、正式名称がスワローテイルフーディーというんですね。だから、覚え方はヤクルトスワローズと覚えてください。まあ、そんな感じでね、ちょうどヤクルトスワローズやからこれネイビーちゃうんかっていうこともあったりするんですけども、今ちょうど気づいたんですけどね、まあ、そんなことでこの3つのジャケットがありますので、まず1回着ていってみましょうか。こちらベンチャーちゃんはですね、サイズは XL サイズ、僕 178cm69kg でサイズが XL サイズで着用しているんですが、袖にねこういったベルクロがありますので、これをピュッて止めてあげれば、まあ、多少腕が余ってたりしても大丈夫ですし、僕の場合で言うとあんまり腕が余ることないんですよね。だいたいぴったりぐらいなんで、まあ、ちょっと余ってるか、見え入りました、ちょっと余ってましたということでね、まあ、少し余っててもこうやってベルクロでキュッて止めてあげれば全然問題ないので、まあ、サイズが大きい分に対しては何とでもなるでしょうというような感じですよね。まあ、少し身幅とかにも余裕があるんかなというような感じで、そんなに着丈がべらぼうに長いタイプじゃないです。だからこう、まあ、登山とかで使うような感じをメインで作られてるのかな、ちょっと分からへんけど、まあ、そんなことでね、サイズ感としては今見てもらったようなサイズ、これが、ベンチャージャケットというジャケットですね。で、その次のジャケットが山ちゃんのね、マウンテンの方に行きます。この、マウンテンソフトシェルフーディーはですね、まあ、後々も喋るんですけど、ちょっと伸びるんですよね。なのでサイズがね、これだけ L サイズなんですよ。だからちょっとサイズとしてはややタイトめかもしれませんが、まあ、お許しくださいというか、まあ、お許しくださいというか、これまあ僕のもんなんですけどね、別に。はい、とまあこんな感じですわ。まあ、ちょっとね、後ろ背景見にくいかもしれないんですけど、別映像で見てもらうとね、まあ、比較的スタイリッシュな、ちょっとシュッとしたような感じのね、シルエットになってるんかなと思いますし、特に身幅ですよね。身幅にね、少しこう、ゆとりがないというか、まあ、細めというかね、本当にジャストサイズで作られてるような感じになってるので、まあ、ワンサイズ上げてもいいんですけど、これに関してはストレッチも効いてて伸びるから、あえてワンサイズ上げる必要ないんですよね。だからジャストサイズ着るのが適正なサイズ感やと思うんですけど、まあ、これが、マウンテンなんとかの山ちゃんですね。ほいでもって最後がですね、このヤクルトスワローズになってるんですけど、このヤクルトスワローズもサイズは XL で購入してます。ちょっとゆったりはしてるんですけど、まあ、これもね1着目同様生地が特に伸びたりするわけじゃないので、まあ、ゆったり着たぐらいの方が中は着やすいかもしれません。まあ、特にこれ中着るのはあれじゃないですけどね。はい、とまあこんな感じですね。だからまあイメージとしては最初のベージュのベンチャーちゃんは少し身幅余裕あるかなみたいな、まあでも登山でも使えるやろなって。ほんで次にこのマウンテンちゃんの方に関してはちょっとスタイリッシュやけどもストレッチが効いてるから行動するときには向いてそうやなと。で、一番このスワローテイルが身幅とかにも少し余裕があるような感じになってますね。まあ、これがねサイズ感と思ってもらったらいいかなと思います。形とかね。そして次は持ち運びと重さをもう一気にいっちゃいたいなと思います。まずはこのねベンチャーちゃんですね。これはねこういった袋があるので、この袋にくるくるくるっと入れていきますわ。はい、とまあこんな感じでこれぐらいの小ささになりましたね。次はこちらのヤクルトスワローズに行きましょう。ヤクルトスワローズはねこのフードのところに収納があるんですよね。だからこれをひっくりキュンとひっくり返してそのままくるくるくるって入れてあげれば
このように収納ができます。さっきと比べてみましょうか。さっきのベンチャーと比べてもまあこんな感じですね。大きさはほぼほぼ同じぐらいですね。ただこのベンチャーの方は袋を別の、あの付属で付いてるやつ入れやなあかんけど、まあ、これに関しては袋持ち歩かんでもフードに掘り込むだけです。で次マウンテンはこれはね持ち運びできないんですよ。だから持ち運びするような感じじゃなくて、もう来たら着っぱなし、もう脱ぐことは考えてません、もう着ててくださいねなんていうようなジャケットになってるんですね。本日はまあ重さに行きたいんですけど、重さがねどないなってんのと。まずはじゃあこの畳めない小さくならないマウンテンちゃんからいきましょうか。218g ね。そして次がスワローちゃんが162、そしてベンチャーちゃんが218ということで、だいたいベンチャージャケットとこのマウンテンは同じぐらい 220g やけれども、このスワローだけがぐんと 50g 以上軽いんか、 160g っていうことなんで一番これが軽いですね。はい、とまあね、まあそんな感じで見てもらった通り、このスワローテールがね一番持ち運び的には軍配が上がりましたね。軽いし、やっぱポケットいらん、あの付属のね収納ケースみたいにいらんから、パパパパッともうちっちゃくなるんですよね。なので他で言うとこのマウンテンは持ち運びは全然向いてないですね。同じような価格帯で同じように売ってやんねんけども、残念ながら持ち運ぶようなジャケットじゃないなと。でこれは一応持ち運ぶようなジャケットではあるんやけども、この袋がある理由っていうのもこの次に分かるんですね。なんで袋があるんか、これであるんですか、なるほどですな、いいことなんですけど、次は防水の実験に行きたいなと思います。ではね、こちらにこうやって肘をね入れてね、あの濡れないかどうかっていう確認をしていきたいんですけども、最初から結論言います。このベンチャー以外全部濡れるんですよ。撥水しかしないから水は弾くけども、濡れるのは分かった状態で突っ込まなあかんという辛さはあったりするんですけどね。まあまあそんなこと言わんとやっていきましょう。ではまず水がね弾くとこ見てください。こんな感じでねさーっと弾くでしょ。あ、これも雨濡れへんやんと思いきや、こうやってずっとやってるとやっぱり濡れてきちゃうんですよね、なんて言ってずっとこうやって肘今入ってるんですけどね、これやっぱりなんか濡れてる、完全に濡れてる感じしますね肘が。これなんか野球のアイシングを思い出すな、肘やってんの。あ、濡れてる濡れてる、肘濡れてる、ビージャビージャになってるじゃないの肘が。まあ、これは仕方ないですね。あの端っこぐらいの機能はあるけども防水とは言ってないんでね、それはそうでしょうと。ほんで次はねもう一回肘ちゃんときれいに拭いとくか。で次はねマウンテンに行きます。マウンテンの方も濡れるやつなんですけどね、水はね弾きますよなんていうのを見てもらおうかなと思います。まあ、こんな感じで水は全然弾いていきますね。そしたら次じゃあ濡れないのかっていう肘を入れていきます。最初のね10秒ぐらいはね多分いけるんですよ。なんかそんな濡れてる感じはない、冷たいけどね、水圧で冷たいけど濡れてる感じないけど、15秒か20秒ぐらいした瞬間になんかプクンって空気抜けるんですよ。で空気抜けた瞬間になんかビチャビチャビチャって濡れてる感じするんですよね。あー、ちょうど今ぐらいかな。はい、ということで終わりました。あれ、あんま濡れてる気せえへんな、けど濡れてますけどね多分。あ、ちょっとやっぱ濡れてますね。べちゃべちゃとまではいかんけど、やっぱちょっともう水滴っていうか水がついてますね。まあ、この辺はねもう防水じゃないって分かってるからしゃあないんですけど、最終的にこれですよね、ベンチャージャケット、これはね防水ジャケットになってるんですよ。やからね濡れへんっていうのはもちろんそうなんですけども、防水ジャケットやからこう濡れた後にカバンとかにしまうとき用としてこの袋がいるんですね。だからジャケットがビチャビチャになってもこの袋にさえ入れとけばカバンの中は濡れないっていうところでこの袋がいるんですけども、じゃあ見ていきましょう。まず弾くのは当然ですね、もう楽勝で弾くと。ほんで濡れないかどうかっていうところですよね。これで濡れたらちょっと待ってくださいよと言うたり言わんかったりしてるんですけど、はい、ということでね一番長い時間ガーッとずっとつけたんですけど、もちろん濡れてる感じでも全くないですね。肘を見てもらってもそう濡れておりませんと。ほんでそうなってくるとですね、ものすごいこの防水やったベンチャージャケットにめちゃくちゃ軍配が上がってきそうに見えたりするんですよね。値段も一緒やし、コンパクトにもなるし、ほんでもって水にも濡れへん、最強やんって思ったりするんですけど、まあねこのジャケットに関してはものすごいデメリットがあるんですっていうのはこのレビュー動画でねお伝えしてるので、まあ、もし購入をね検討されてる方がいらっしゃったら、まあ、そのデメリットは知っててもいいんかなって、まあ、僕個人的に思ったりするんですけど、まあ、あくまで人の買い物なんでね、とやかく言うつもりはないんですが、まあ、そんなところがこれそれぞれの特徴ということになってますね。では最後ね、どんな人に合うかっていうところ行きたいなと思うんですが、ちょっと水捨ててきますね。はいはいはい、ということでね、いろいろ総括していきたいなと思うんですが、まずこのベンチャージャケット、あの防水やつですね、全く濡れへんかったやつ、これは多分どんな方におすすめっていうと、やっぱりその天候がね不安な方、例えば出かける時とかもうなんか天気予報の片平さん見てんけど、なんかわからんけど昼ぐらいから、片平さんってこれ関西の人しか知らんのかな、わからんけど関東でいうとこの木原さん的な感じなんかな、まあ、ちょっとわからないんですけど、まあ、そんな感じでね、ちょっと天候がちょっと今日どうなるかなみたいな、ちょっと怖いなっていう方なんかは、特に春から夏ぐらいのシーズンに向けてね、この時期に来たいな、ちょっと梅雨時期に来たいなっ
ていう方なんかはね、これはね、まあ、使える一着になってくるんかなと思います。まあ、あの秋冬とかはやっぱり寒いので、こんな薄手やったら用持たないと思うんで、まあ、やっぱほんま春とか夏とかの雨の時にちょっと特化してるようなジャケットになってるので、まあ、ちょっと天候が怖いっていう、特に春夏の天候が怖いなっていう方はこれがおすすめかなと思うんですが、まあ、やっぱ劣化するんでね、まあ、その辺がちょっとどうかなっていうところで、まあ、レビューの時も言ったんですけど、まあ、そんなところがおすすめかなと思います。そして次のこのマウンテンソフトシェルフーディーいきましょうか。これはね、やっぱりなんといってもこのストレッチ性なんですよね。タイトに着てるねんけども、ストレッチ性があるから着てて楽というか、着てる感じがない。まあ、なのでさっき比較した時に持ち運びできんって言ったじゃないですか。これものすごいデメリットに感じるかもしれんけど、持ち運びできひんくても違和感のないぐらいストレッチを効かせてるので、あ、着てたっけ今日、着てなかったっけって覚えてないぐらい着心地がいいんですよ。なので確かに収納とかはできないんですけど、もう今日は一日着てますねんと、でしかも外で活動ずっとしますねんっていう方なんかは、まあ、こういうジャケットがいいんかなというところで、時期的に言うと春夏秋の運動する時ですよね。まあだから秋とかやってちょっと運動会もあるんかな、運動会の時なんか、まあ、これ一着バッて羽織ってたらいいんかなと思うんですけど、まあ、そういった方におすすめだと思います。だからあんま街着でおしゃれしたいとかっていう方ではないというか、あくまで運動メイン、行動メインということですね。そして最後がですね、このスワローちゃんが、ヤクルトちゃんがですね、どんな方なんですかというと、一番オールマイティーちゃいます。やっぱり持ち運びにもめちゃくちゃしやすい、しかも持ち運びの袋とかもわざわざ持ち歩かんでも、この封筒の子にくるるって掘り込んでいいから、結構めんどくさい人とか、うっかり忘れ物すんねんなみたいな人はですね、まあ、こういったジャケットの方がね、こうくるくるってちっちゃくもできるし、なおかつ小ささも軽さもね、一番軽かったじゃないです か持ち運びにも適してるし、あと劣化もせえへん、だから長く着れるんですよね。でそれ以外のジャケットとかはやっぱ劣化するってベンチャーは言ったじゃないですか。で、まあ、あの伸びる方もね、やっぱ伸びるのは伸びるでいいんですけど、いずれ伸びたのもね、伸びっぱなしになったりとかすることがあったりするんですけど、まあ、これに関しては特に劣化するような要素っていうのがないので、まあ、もちろんね、化学繊維のあのあれな、あの素材なんで、日光に直接当ててたりしたら色めっちゃ抜けますよ。このネイビーなんか色当ててたら紫とかになってくるから気付けた方がいいと思うんですけど、まあ、普通に扱ってて、普通に知識あって普通に扱ってればそんなデメリット特にないので、まあ、これが一番オールマイティーかなと。で、まあ、特に私服とかで着たいとかっていう方やったら、まあ、このジャケットが一番いいんちゃうかなと、まあ、個人的には思ってます。はい、ということでね、まあ、以上がノースフェイスの1万円台で買えるジャケット3つということになってるんですけど、まあ、もっとね、より高スペックなものが欲しい、もっと本格的なものが欲しいっていう方であれば、もっともっとあるんですよ。今3万出していけば全然あるんですけど、やっぱり低価格帯、一番最低ラインで見るってなってくると、まあ、この辺とか、まあ、他にもね、まだ何個かコンパクトジャケットとかいろいろあったりするんですけど、まあ、とりあえず今回はこの3つを比較してみたという動画になってます。ということで本日はですね、ノースフェイスの1万円台のジャケットを比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。